こんにちは、ワキシングのリーゼントチャンネル。ナイスリーゼント。前回に引き続きですね。引き続き、また少しはい、ワキシングのリーゼント人生相談ね、その人の人生の道しるべをワケ君の言葉で見つけてもらうっていうね。まあ、ただこういうコーナーにしていきたいと思うんで、人生相談塗るけど責任は負いません。好き勝手言わせてもらいます。主婦の方からの、相談です。現在中学3年生になる息子が不良グループに入っていて、ぐれています、うんうん、私と主人としてはぜひ、真っ当な道に戻したいと思ってるんですが、全然私たちの言うことを聞いてくれません。ワケ選手、どうやったら息子は、真っ当な道に戻るでしょうか。よろしくお願いいたします。本気で悩んでいますということですね。結構切実ですよ、これ。なるほど、うん、まあ自分が経験してることだから、少々グレててもいいと思うんですよね。あなたも相当、これは無責任に言ってるわけじゃないですけど、いや全然相当ではないですよ。相当ではない、まあうん、あの桃太郎像の前で変な格好したぐらい格好したぐらいとか、まあまあでもやっぱり中学生の時とかは相当人には迷惑かけてきたんですよ。うん、ということは親にも迷惑をかけたってことだよね。親にももちろん、たくさん泣かせてきたし、まあ学校とか、まあいろんなその人たちに迷惑はすごいかけてきたけど、どこかで気づくと思うんですよね。あの自分の体験談で言うと、俺の友達、周りも本当にみんなやんちゃしてたメンバーとかって今めっちゃいいやつというか、なんだろうな、構成して今真面目に、まあやってたりとか、立派な大人にはなってるし、まあ、家族を持って一生懸命、あの家族のために頑張ってるのもいるしみたいな、の方が明らかに多いと思うんですよね。で、結構まあこう今、まあ、ボクシングやらせてもらって、いろんな、ね、あの人に応援してもらってるけど、こう熱く応援してくれる人たちってまあ、みんなとは言わないけど、結構昔やんちゃしてた人が多いんですよ。あ、なるほどね、そうだね、確かに企業の社長さんとか挨拶してお願いしますって、昔は悪かったっていうのは、あそうなんですかっていう話とかも結構あるんで、全然今はね、もちろんそれは心配かもしれないけど、親としてはね、すごい心配だとは思うけど、あの今じゃないからね、その将来、だからあのちゃんとどうなるかっていうのは、今の段階では分からないってことだね、まあ俺は、どっかで気づく、気づくと思うから、まあ度が過ぎるようなことしてたらさすがにね、まあまあ、あの警察のお世話になるとかね、まあ警察のお世話にもなるよね。なることもあると、なる、そんなの知れてます。あれだよね、ちょっと話は変わるけど、やっぱり親とかってさ、近くにいるとやっぱりその親の大切さとかさ、ありがたみとかって分かんないよね。離れてみると、そうですね、だから自分もね、東京出てきて、親のことはやっぱすごい大事にしようっていうふうにも思えたし、ただあのこれが親が子供を見捨てたら、もう子供はダメだと思うんですよ。親が最後まで子供のことを思ってたら、どんな悪さをしても子供はその愛情は伝わってるから、今はうるせえクソババーとかって言ってても、言うな、子供に息子に嫌われても、親が息子のことをすごい思ってくれて、持ってあげれてたら、子供は絶対大きくなったら気づく、親の大切さを気づく。ただここで親がもう見捨てて、もうあんた好きにしなさいってなっちゃうと、子供は多分本当に悪い道のにそのまま行っちゃうと思うから、見捨てなければどこかで気づいて、どこかで答えてくれるじゃないかと、俺は思う。そういうふうに、ワケ君のお父さんお母さんは見捨てなかった。見捨てなかったですね、やっぱり最後の最後まで。まあいいね、お父さんとお母さんだよね、あれね。親孝行って若い時ってね、気づかないし。そうですね、そう、本当に。だから親の心をこしらずっていうのは、それはもうしょうがないよね。悪いことをするのがね、よしとは言わない、よしとは言わないけど、でも後でどっかで反省する時が
来るから、うん、だから今はまあ、まあ、そんなに悩む必要はないです。見捨てずに、うん、しっかり愛情を持って、そう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 、あの息子と向き合うことが大事ってことかな。だからもう本当愛情だけっすよ。愛情ね。愛情です。親からの愛情。ということです。はい、どうでしょうね。いやいいよ。いい？ちょっといい質問。いい人生相談入れちゃったなと思って、俺面白くないんで。面白みがないね。お前本当口がうめえんだよ。いや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 。ダメだな。面白いことね。ちょっと面白いこと言えよ。面白いこと言わなきゃな。全然ダメだな。あ、何ガチで答えるの。そうですね。よくないですね。次の質問頼むぞお前。はい、はい、じゃあありがとうございました。はい、じゃあ馬場選手、次の相談です。はい、現在28歳の OL です。10年前高校生の時から10キロも体重が増えてしまいました。今、彼氏はいないのですが、これから、彼氏を見つけて結婚もしたいと思っております。ただ全然私痩せることができないんです。どうやったら痩せれるでしょうか、うん、という質問ですね。痩せるか、これはだからボクサーによく聞かれる質問ですよね。そうですね、はい、よく自分も聞かれます。どうやって痩せるのとか、減量すごいよねとかいろいろ聞かれるけど、うん、シンプルなんですよ痩せる。まあ、うん、俺、まあ、痩せるって言っても例えば、うん、モデルさんみたいにガリガリに、うん、標準体型よりももっと細くなりたいとかっていう人もいるじゃないですか、うん、それはちょっと違うと思ってて、うん、その自分の、まあ、身長とか、まあ、骨格とかに合った理想的な体型ってあると思うから、うんうん、それに近づくためにはどうすればいいかっていう。そうだよ、それを最初から言ってんだよ。だからまあなんだろうな、あのダイエットってみんな言うけど、うん、ダイエットイコール痩せたいじゃなくて、うん、ダイエットイコール健康体ってことなんですね。じゃあ健康体からちょっとずれて肥満になってるから、それに戻す、うん、ガリガリな人も太ることもダイエットって言うし、でその太り、その例えばその健康体に持っていくのに食事の制限とか運動とかすることがダイエットだから。なるほどなるほど、うん、だからその痩せたって痩せすぎて不健康になっても困るから、だから俺はしっかり食事も取った方がいいし、だから無理に炭水化物カットとかなんとか糖質カットとかっていうのをせずに体にいい食事を取る、まずは。で体に悪い食事を避ける、うんうん、あとは適度な運動ができたら十分だと思います。なるほどね。ただ俺はさ、はい、俺は思うのにさ、痩せてる子が好きな人ばかりじゃないよっていう。デブ戦ですか。言うどういうそれ大丈夫な、言ってもいい言葉なの。俺分かんねえけど、そう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 ぽっちゃりの人が好きな子もいるから、うん、確かに ねだから俺は思うにはよ、うん、まずその好きな人を見つけるっていう第一段階。あ、それもいいですね。そうでしょ、うん、好きな人に何か目標、それも目標じゃないですか。そうそうそ そう今目標がないから、ただぼんやり痩せたいって思ってるだけ で行動に移せない。彼氏ができないのは私が太ってるからだと思ってるだけじゃないです か好きな人を見つけて、あの人と付き合いたい、だから私は痩せるとかっていうのもあり、うん、そうだから逆に言うと好きな人を見つけましたね。でこれ面白いのが、ボクサーも、うん、試合っていう目標があるから減量ができるわけで、試合がないのにじゃあお前55キロに落とせって言われたら俺は 100% 落とせない。できる、うん、それはやっぱ試合という目標に向かっていけるから。それと一緒だ。なるほど。じゃあアドバイスとしては、うん、まあまあ健康的な体になるっていうのはまず一つだし、はい、痩せたいか太りたいかいろいろ考えるのはやっぱり目標を決めて、そうですね、ね、好きな人を見つけて、その人がどういう人が好みなのかを聞いた上でその目標の彼女に近づいていくっていうやり方も、それはもうものすごいパワーになるってことでしょ。だからなるっすね。だからなんかよくありがちなのが、うん、夏を前にして、いや夏にちょっといい体になりたいから痩せようとかっていう中途半端な目標だったら痩せれない。いやいや、ボクシングジムの営業妨害ですよ。邪魔すんなよ。
ボクシングジム痩せれるんで、ぜひ来てください。運動はすごい大事だと思う。あ、そうだね。運動痩せるとか太るとかじゃなくて、俺は健康な体が一番だと思ってるから、だから食事もちゃんと勉強して、体にいい食事とって、体に悪い食事は避ける、まずはね。まずは、で、適度な運動を。よかったら、フレア山根ボクシングスポーツに、はい、ぜひ入会お待ちしてます。お願いします。今、地方に住んでいる、大学生です。19歳、男性です、はい。僕は、人生において全く目標というのがありません。このまま大学に通い続けていてもお金の無駄ですし、自分の人生において全く無意味な気がします、僕は、東京には夢があると思っております。今すぐ大学を辞めて東京に行って、何か夢に向かって頑張りたいと思っているのですが、親の期待もありますし、このまま大学に通っていた方がいいでしょうか、それとも自分の夢を見つけて東京で勝負をした方がいいのか、和気選手教えてください。おお、なるほど。これはあなた18歳の若い少年ですよ。大学1年生大学1年生です、ね、大学1年生か、はい。まあ、あの無意味なって言ったけど、無意味なことはないんですよね。何やってもチャレンジじゃなくて、だから目標がなくて夢がなくて今大学に通っていることが無意味と思うんだったら、それは間違いだし、かといってその自分が今東京に夢があるから東京に出たいっていうんだったら、そういう考えがある時点でもうそれが夢になってるし、もう目標だと思ってるから、もう自分の思うがままに東京に行って、で、あとその親のとか周りのとかって俺は全く気にしなくていいと思うんですよ。自分の人生だから別に親に決められることなんてないし、もちろん自分が道が外れた時に親がこう道にちゃんと戻してくれるとかだったら全然いいんですけど、自分がこの道を進むって決めたんだったら、もう親だろうが周りのことなんか気にせずにその道を進めばいいと俺は思う。夢がないって言ってるけど、今東京に夢があるから東京に行きたいって。東京には夢があったから落ちてるよ。落ちてる。だからその夢を探しに東京に行きたいって思ってるんだったら、ああなるほどね。それが夢でもあるし、だからそれを叶えるために今東京に行ったらいいと思う。東京で何するかは分からんけど、 それを見つけて勝負をしたいと思うなら、まあ、ビジネスでもね、何でもいろいろあると思うけど、確かに東京はすごい街だから、今地方で全く夢がなくて、でその夢を見つけるために東京に行くっていう考えもあり、だからそうだね。だしそれが一つの今の夢なんですよ。夢がないって言ってるけど実は今夢があるんですよ。それが夢なんですよ。だからその一つの夢を叶えるっていうのもあれだと思う。で叶えた先にまた大きい夢がまたそこで見つかるかもしれない。お前どうしたよ。なんすか。調子乗んなよ。俺がだいぶサポートしてやろう思ってんだから。調子乗んなよ。俺ね、これだけはね、これだけで生きてきてるやんか、お前。いや、俺思うのはね、はいはい、僕はほら、まあ仕事の関係でさ、30を越してから東京来たんだけど、その時にやっぱ東京ってやっぱすげえな。俺若い時、そう若い時にやっぱ東京に来てたら、やっぱり感じるもの、今以上に何かすごい刺激を受けたっていうのもあるからね。もしそのだから親に頼るんじゃなくてね。だから今大学には親にいろいろお金出してもらって、はい、入れてもらったけど、俺は違うと思って行くんだったら自分でまた金貯めてね。それで自分の力で東京出てきてまたいろんなことを感じてやるっていうのはいいかもしれないですね。まあ、あと今大学行ってって、まあ卒業してから夢ができるかもしれないし、別に今夢がないから焦ってどうこう動かなくてもいいとも思う。だから本当に東京行きたいってあるんだったら行ったらいいし、過去があるならね。そうそう、今まあチューブラリンだったらそのうち夢が見つかるかもしれないし、まあ見つかるし、その夢がないって思ってる時点で志は高いと思うんですよ。普通に夢がないやつって、うわ俺夢がねえとすら思わないんです。あ、何も思わず普通に生活してる人も多分多いから、夢がない、あどうしようって
こう考えてるの素晴らしいことだと俺は思います。おどうでしょう、心の声を聞いて何心の声のままに進めということやね。違う違う、長渕風に俺が言ってなんかっぽいなと思ったけどそうそうそうお前が行けみたいな、お前が行け、うん、あるね、そういうあるんだね、キャプテンオブザシーズお前が舵を取れみたいな、そういうことそういうことだよね。そうです、じゃあ答えはお前が舵を取れ取れということですね。じゃあまあ結果答えは長渕剛にあり長渕剛に聞けと聞けとそしたら相談くんで終わりになるのか何を聞いても長渕剛を聞けで終わる終わるそうです、そうです、そうです、わかりました、はい、ありがとうございます、まあ、ちょっとでも参考になるだね、はい、そうだね、はい、はい、わかりました、はい、じゃあもう終わりましょう、はい、でもいい相談できたと思うね。またあの SNS 等で、うん、あのメッセージいただければお答えしていきます。はい、はい、じゃあ締めますかね、はい、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスリーゼント。